ッドモーニング。とっくの昔、チョーゴ、君はようやく今お目覚めかな。二度寝禁止。超ゴー。おーい、超ゴー。おい、超ゴー。寝るな、超ゴー。眠ったらダメだ。眠ったら死んじまうんだぞ。雪山を舐めてかかったらあかん。ショーゴー、ショーゴ、ショーゴ、ショーゴ。ウィッツ、ウィッツ、もう一丁ウィッツ、ウィッツ、ウィッツ。だからもちろんうるさくしてんだよ。待った、お前、今お前って言ったよね。低血圧の気取り勝ちでかったるそうにベッドで一服でもして、あたしって朝弱いのよねとか言ってガーターベルトでもつけてみせろってこと。それとも何、おはようさんさんっての太陽でもしょっちゃって、あちゃりちゅよー、起きちまっちゃうねって感じをリクエストってこと。どうよ、お望み通りの演技やっちゃうよ。一応プロですから、新人ですわ。かもね、かもな、そうかもな。アホね、無駄話はもういいからさ、朝ごはん早く食べて。見せろよ。だって偉いじゃん、私頑張って作ったの。だから早く食べてみせろって、おいしいって言えよ。こら、だって偉いじゃん。これって私ちょびっと手投げっぽくない？ダメ？ダメかな？いけてないのかな？だから、無駄話はもういいからさ、朝ごはん一緒に二人で食べようよ。時間ないの、私。考え続け
た足利島大花火大会。みんなとはぐれたふりして、呼び止められて聞こえないふりして、携帯翔吾がもたもたしてるから。わかった、はいはいはい、ちょっと後で、さてお仕事タイムアウトだよ。ご飯食べてね。それでできたら熱く長い長い長い感動的な感想文書いて、優しくささやくような声で朗読して聞かせるように。それじゃあね、バーイショーゴ。ヤスとの勝負は128勝129敗、1引き分け。子供の頃から何でも競い合って、まるで二重写しの同じ人生を歩んできたんだ。それなのにヤツはもうこの世にはいなくて、俺がここにいる。それがどうもわからなくてね。調子こいてんじゃねえよ。切れるぜマジで。何回目だっちゅうの。いいよいいよ、今は雰囲気よりも時間の方が貴重だ。
職するための店を探して自分のためになるより正吾のアホな話聞いていたいし、私の素敵な話聞かせたいし。お前って言ったな。よろしい。それってマジ？マジだよ。今日出た女性セブンチーに乗ってんだから。マジムカツくん、あの女調子こいてんじゃねえよ。キレてマジで。お前は陽介と格が違うっての。激写熱愛発覚、梅の内陽介と彼方深夜の密会デート。私写真見たよ。そんなわけないよ。何今日もキラッとした目で見るの。彼の場合、スバルとアンドロメダか。2つ、3つ。そんなわけない。何？今日がシラッとした目で見るのよ。マジカナタだよ。誰か話しかけてみなよ。え、あんたさっきムカつくとか言ってなかった？いいじゃん、なんでもいいからサインもらおうぜ。出よっか。ショーゴの行きたいとこに私も行きたい気分なの。あ、カナタじゃん。カナタだよ。カナタだよ。カナタだよ。なんで路地裏なのよ。これじゃあまるで日陰もんじゃん。スターをエスコートしてくるようなとこじゃないじゃん。激しいブーイングが聞こえております。果たして正吾選手立つ手があるでしょうか。なんでもいいから早くどっか連れてってよ。もう多分私この10秒後足痛くなっちゃうよ。
0765743210。あ、死んだーい。ずっと立ちっぱなしで走り回されたあげく、こんな薄暗い場所に連れ込まれて、かわいそうな私、この先もっとひどい仕打ちを受けちゃうのかも。店にしてね。生野菜はシャキッと冷えてないとダメよ。あ、アスパラのグリーンソースでお魚がいいかな。やっぱかも。バインミー、オレンジのちょっと甘い酸味のあるソースで、食器はカジュアルに南仏ってとこで。私たった今雰囲気を重視したい気分になったの。早くどっか連れて行きやがれよ。時間がもったいねえじゃねえかよ。ブーブーブー。男の子だもん。いい子いい子、僕ちゃんはいい子だね。